ムアイアドシャイフは、エジプトを支配した、ブルジー・マムルーク朝の、第五代スルタン。ムアイアドシャイフのモスク初代、スルタン・ザーヒル・バルクークに仕えたが、元はマムルークではなかったという。バルクークの死後、後を継いだナーシル・ファラジュの時代に頭角を表し、1400年に、トリポリ大使になる。しかし1401年、ティムールによる西アジア遠征では、大敗を喫した上に捕虜になったという。 ティムールの死後に解放されると、エジプトに戻る。ファラジュの権力の弱体を見て1407年には、ダマスカスの大手、ヌールーズと共に反乱を起こした。ところが、ファラジュには、この反乱を抑える力がなく、シャイフの出した条件を一方的に認めてしまう。これで図に乗ったシャイフは1410年に、再び反乱を起こし、1412年にはついに、 ファラジュを殺害した。その後しばらくは、カイロアッバース町カリフのムスタイン国物として、スルタンに擁立し、ヌールーズと共存するかに見えたが、半年後にはカリフから、スルタン位を奪い取り、1413年には、ヌールーズを滅ぼして、マムルーク町の最高権力者として君臨した。即位後は、領土拡大や、参加の従属国による離反を抑えるために、たびたび遠征した。 また、文化事業に力を入れて一時的とはいえ、マムルーク町の正常安定化と前世紀時代を再現した。しかし1421年に、シャイフが死去すると、わずか10歳の息子であるムザフファルアフマドが後継者となったことで配下の間から不満が起こり、先代と同じように世襲はならなかった。ありがとうございます。